天馬幸則は、日本の政治家。元広島県三原市長。元広島県議会議員。元三原市議会議員。広島県三原市小坂町出身。広島県三原工業高等学校普通科卒業。立命館大学理工学部卒業。1995年、三原市議会議員選挙に出馬し、初当選。1999年、2期目の当選。 2003年4月13日執行の広島県議会議員選挙に三原市選挙区から無所属で立候補。自民党現職の平田周子がトップ当選を果たし、残り1議席を連合広島地方協議会議長の渡辺厚史と争い、初当選を果たした。2007年4月の県議選において2期目の当選。2011年4月10日執行の県議選に、 自由民主党公認で出馬し、3期目の当選。議員活動の傍ら、参拝会社の役員も務めた。2013年4月14日執行の、三原市長選挙に無所属で出馬。前市長の後藤康之の支援を受けた、前副市長の松浦国を破り、初当選した。当日有権者数、8799人、最終投票率。 66.46%2017 年、元市議の新井静彦を接戦の末に破り再選。当日有権者数79,667人、最終投票率57.22%。ありがとうございます。